ワークアウトパートナーの井上大河です。今回はああいった椅子を使用した腕の裏側をトレーニングする方法についてご紹介をしていきます。以前床に座った状態で行う方法と基本的には同じになりますが、もう一度確認をしていきます。まずポイントは体重をここです。ここにかける意識を行っていただくということと、肘の曲げ伸ばしをとにかく意識すると。これをやるだけで全然効果が変わってきますので、ぜひ意識をしてみてください。では早速始めていきましょう。まずこういった椅子ですね、この端っこに手を置きます。でこの時にもう体重を先ほどお伝えをしたここにかけていただきます。両手をかけていただきましたら、少し降りていただき胸を張り、そのまま肘を真後ろに曲げるイメージで下ろすと、だいたい90度まで肘が曲がったのは目安にしていただき、そのまま伸ばす。ポイントは先ほどの体重のかける位置、そして肘の曲げ伸ばしだけを意識していきます。で一つ注意点としまして、この椅子との距離ですね、これがあまり遠すぎてしまうと肩への負担が非常に多くなります。で肩をですね、壊してしまう可能性もあるので、この距離は短く、もうギリギリのところで胸を張って肘を真後ろに曲げると、はい、あとよくあるのが肘を曲げた時に横に開いてしまうではなく、真後ろに曲げるイメージで行います。では実際に10回やってみたいと思います。胸を張って肘を真後ろ、1、そして上げます、2、はい、手のひらの体重をかける位置意識をします、3、4、5、はい、肘は伸びきる一歩手前でストップ、6、7、8、はい、あと2回、9、10、はい、ゆっくりと上げて置いていきましょう。こんな形でこの腕の裏側使うことができますが、まだもっときつくしたいなという方は、この状態から今膝ですね、このぐらい曲げてましたが、足を伸ばしてなるべく体重をですね、もう腕に持っていく。ただ注意点としては、離れてしまうと肩痛めてしまうので、このお尻の位置は変えず、足の位置を前にして曲げて上げると、これだけで全然強度は変わってきますので、ぜひもっといけそうな方は足の位置を伸ばした状態で行っていただければと思います。しっかりと意識してやると非常に効きますので、自宅などですね、ぜひ活用をしてみてください。それでは今回は以上となります。ありがとうございました。